はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やっすでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってみますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今ね、スマートフォンのね、急速なね、普及によってですね、スマホの使いすぎによるスマホ老眼と呼ばれるね、新種の老眼がね、急増しております。まあ、新しくね、出てきた言葉であるね、スマホ老眼ですけどもね、まあ、現代人にね、馴染みあるそう、スマホという言葉がね、入っているのでね、なんかポップに聞こえますけどもね、もうこれ放っておいたりですね、誤ったケアをしているとですね、他の目の病気に変わってしまう恐れがありますのでね、軽い感じにはね、捉えないでください。このね、加齢によるね、本物のね、老眼とはね、異なってですね、レンズのね、目のレンズのね、役割をしている水晶体ってあるんですけどね、それのね、厚みをね、調節しているね、毛様体筋というのがね、筋肉がね、疲労してピント調節機能にね、一時的なね、不具合がね、起こるんです。これに対してね、その眼科専門医さんはね、もう口を揃えてね、視力がいいと思っている人ほど自分はスマホ老眼にはならないよと思い込んでるケースが多いんですけども、それは間違いですと。なぜならですね、生まれつきの目の良さ、視力とスマホ老眼になる可能性には関連性がないからです。特にですね、視野を遠くから近くに移した時に、もしくは近くから遠くへ移した時に見えにくい、目がかすむと思ったらスマホ老眼の可能性が大ですとおっしゃっています。このことからですね、スマホ老眼というのはね、毛様体筋のね、疲労などでね、日常的に目のケアを行うことで解消することが可能だそうです。ということでね、今日は目に対してどんなことを心がけるといいのかというのをね、紹介していきます。一つ目がですね、5分間じっと目を閉じるということですよ。仕事をしていてね、こう疲れたと感じたらですね、目も疲れてるはずなんですよ。そんな時はね、5分間目を閉じて休憩すると。でね、目を閉じた状態はね、この毛様体筋がですね、最もリラックスした状態になります。電車に乗ってね、移動してる時にこうスマホを操作してる人はね、多いんですけどもね、ULL 乗り物なのでね、手元がブレるので余計に目をね、疲れさせてしまうんですよ。でそんな短い移動時間だからこそ、貴重なね、目のね、休憩時間としてね、目を閉じるようにしていきましょう。そしてね、ホットパック習慣ですね。蒸しタオルやね、市販のホットシートとかあるじゃないですか。あんなんで目を温めるセルフケアっていうのをホットパックと言います。目を温めるとね、気持ちがいいのはね、血流が良くなってね、目の筋肉の疲労がね、和らぐからなんです。目の上下のね、まつげの生え際にはですね、まつげとこうバーって並んでいるようにですね、マイボーム腺というね、分泌腺が点在しています。でここからね、油が分泌されて、涙の成分に油分を加えて、油膜を作って、涙の蒸発を防いでいます。ところがですね、マイボーム腺っていうのはね、詰まることがあってですね、物もらいとかドライアイとかね、眼精疲労の原因となってしまいます。でその詰まりを取ってくるのが、ホットパックでございます。マイボーム腺の油がね、溶け出す温度がですね、約40度なのでね、湯船のお風呂あるじゃないですか、あれの適温とほぼ同じのでね、入浴中にね、タオルでこうホットパックをするとね、いいと思います。で2、3日に1回ね、ホットパックの習慣をね、続ければね、スマホ老眼の改善ではなくてですね、ドライアイね、ドライアイもね、防げるとされています。で目薬を上手に使う。スマホ老眼とね、ドライアイにはね、相関性があってですね、一方の症状が出るともう一方のね、症状も出やすくなります。目の乾きがね、気になるときはですね、目薬をさしましょう。当たり前の話なんですけどもね、デスクワークならね、この2、3時間に1回程度ね、さしてもね、OK だそうです。ただしね、次のようなことにね、注意してください。ドライアイ対策にはですね、人工涙液などのね、できるだけシンプルな成分の目薬を選ぶ。防腐剤が入っていない目薬を選ぶ。刺激が強いタイプの目薬は避ける。目薬をさす前はよく手を洗って、容器がね、まつげやまぶたに触れないようにさす。目薬を1滴だけ刺して、点眼後にまぶたを5秒閉じる。目薬を刺していても目に異常を感じたら眼科を受診する。まあその目薬を刺した後とかね、そのもうほんまに目が疲れた時にね、皆さんされるんですけどもね、まぶたの上からね、眼球をこうグッと押さえる人がね、いてますけどね、あれはね、気持ちよくてもね、非常に危険なのでね、やめた方がいいです。それはね、もう眼圧がね、急激にね、グッと上がってしまうからみたいです。眼圧が上がりすぎるとですね、視神経が障害されやすくなってね、視野が欠けてしまうね、緑内障になるリスクが高くなるんです。
。で次がですね、チラ見エクササイズというのがあるんですけどもね、パソコンとかしてる時とかね、こう手元の近くを見ながらこう作業してる時とかあるじゃないですか。ああいう時にね、時々ね、意識的にパッとこう遠くを見る習慣としてね、まあ例えばその窓の外に見えるね看板とかね標識などをね目標物にして、こうパッてこうチラ見するっていうエクササイズがベストなんです。まあ外が見えない状況であればですね、なるべくその遠い壁とかね、その時計とかあるじゃないですか、ああいうのとかカレンダー、ポスターなど何でもいいんでね、その掲示物っていうのを目標物にすればね、一瞬だけでもね、この毛様体筋っていうのがねリラックスできます。今4つね説明しましたけどもね、5分間目を閉じる、ホットパック習慣、薬を上手に使う、でこのチラ見エクササイズっていうのはですね、このチラ見エクササイズをですね、まあ1時間に1回2回ぐらいね行うのをね、まあ数日続ければね、スマホ老眼の進行ね緩和できるとされてますのでね、ぜひ参考にしてみてください。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。